はい、おはようございます。今日はね、天気がいいのでちょっと公園まで来ました。ここはちょっと高台にある公園なんですよ。見てください、これすごい気持ちいいですよね。朝からこの光景ですよ。すごい気持ちいいですよね。そして今日はなんと記念すべき日なんですよね。どんな日かというと、ついに禁煙して2ヶ月を達成しました。いやー、タバコも吸わないでこうやって朝から公園歩いてると本当気持ちいいですよ。空気もいいしね。禁煙2ヶ月経ってどうなったか、その感想をお話ししていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思うんですが、いやー、今日でね、禁煙して2ヶ月が経ちましたね。いやー、もうタバコ吸いたいっていうのもね、ほとんどないですよ。1ヶ月目の時はきつかったですね。禁煙して1ヶ月の時はタバコ吸いたいなっていうのも毎日思ってましたね。まあでも肉体的には吸いたくないんですけど、考え事をしたりとか、まあちょっと落ち着きたいなっていう時に、ああタバコあったらいいなっていうふうには、まあ1ヶ月目の時は思ってましたね。今日で2ヶ月目じゃないですか。2ヶ月目だとそれもだいぶなくなりましたね。うん、たまにね、ある時もありますけど、もうほとんどない。うん、なので次の3ヶ月目になったらもうほとんどないんじゃないかなって思いますね。で、あと分煙が始まったじゃないですか。分煙がもう義務化されてるんで、周りの人のね、タバコの煙を吸うっていうことがなくなりましたよね。ほとんどないですよね。前はね、禁煙しても周りの人のタバコの煙を吸ってとか、そういうね、経験あると思うんですけど、今はね、分煙義務化されてるんで、人の煙を吸うっていうことがあんまりないですからね。で、今度じゃあ自分でタバコをまた吸い始めたら、限られたスペースでしかタバコを吸っちゃいけないっていう環境ですか。そこにまた身を置くことになるかって思うと、もうせっかくやめたんだからもうね、吸わない方がいいって思いますよね。やっぱ金銭的にもすごい楽になりましたね。だって普通に1日1箱吸ってたとして、1日500円かかったとして、10日で5000円。30日あったら 1ヶ月で1万5000円かかりますからね。普通にもうじゃあ2ヶ月吸ってないわけですから、3万円分はタバコ代を節約できたと。うん。吸わなきゃ済む話ですから、使わなくていいお金を使わなくて済んだと。今までは使ってたわけですよね。ということは、1ヶ月1万5000円、10ヶ月で15万円、12ヶ月で18万円。っていうことは、1月1日から禁煙を始めて、クリスマスの12月の25日まで禁煙をしたとしたら、そこでもう18万円節約したわけですよね。なので、タバコを吸わない人は、毎年自分のご褒美にクリスマスプレゼントを18万円分買ってもいいってことにもなりますよね。で、さすがに18万円は使いすぎだろうってなっても、じゃあその半分の9万円使ったって別に怒られることではないですよね。自分で自分へのご褒美で買うんですっていうのもありですよね。いや、そう考えるとタバコ代って高いですよね。1日1箱吸ってる人だったら年間通して18万円、10年吸ったら180万ですからね。で、今2ヶ月経ってだいぶ吸いたい気持ちもなくなってきたんでいいんですけど、1ヶ月目の時はやっぱ先ほども言った通り吸いたかったじゃないですか。なので、その時は僕お酒も好きなんで、タバコを我慢してる代わりにお酒をいっぱい飲みましたね。で、今2ヶ月目で、吸いたい気持ちもなくなってきたので、今度はお酒も少しずつ減らしていこうと思います。ジョギングとかそういうのもね、これからの季節いいと思うんで、ジョギングとかして健康意識を高めて、そうするとまあお酒もちょっと控えたりとか、なってくると思うんで、まずジョギングできるっていうことがいいですよね。今はだいぶ肺が戻ってきたんで、呼吸も楽になってるんで、ジョギングとか本当したいですよね。で、タバコ吸わない人もう増えてきましたからね。あ、この人まだタバコ吸ってんだっていうふうにもね、思いますしね。で、タバコ吸ってていいことなんて一つもないじゃないですか。で、これからの季節、本当こういうね、天気がいい、気持ちのいい日がね、続くじゃないですか。
タバコなんか吸ってたらもったいないですよね。本当表に出てスポーツでもして、うん、であと子供と遊んだりとかしても全然あの母言わないしね、お父さんちょっとタバコ吸ってくるからみたいな、そういうのもなくなったわけですよね。であともちろん自分がタバコ吸いたいのを我慢するっていうこともないわけですからね。であとみんなあの喫煙ルームですか、あの狭いところに入ってタバコ吸わなきゃいけないんですよね。僕なんかもうあの火タバコが匂いがダメになっちゃったんで、火タバコとか隣で吸われたら結局そのもうダメになっちゃった匂いを我慢しながらタバコ吸わなきゃいけないってなるとね、結構きついっすよ。本当にタバコをやめてよかったと思いますよ。うん、3ヶ月目も楽しみですね。もう全く吸いたくないんでしょうね。今だってもう全然タバコ吸いたいなんて思わないですよ。ね、天気のいい日にこうやってさ、朝ちょっと起きてね、うん、そのまんまドライブして、まあここでちょっとおしゃべりしながらね、うん、気持ちいいですよ。本当タバコやめてよかったと思います。まあ、皆さんもぜひタバコをやめて禁煙をして楽しい毎日をね過ごしていただきたいと思います。本当気持ちいいですよ、体も。いやー天気いいですね。それにしてもなんかこのシリーズいいですよね。この朝ちょっと来てここで座ってなんか喋るシリーズ、うん、いいかもしれないですね。